どうもビルディングの上谷です。ホルデック2018やってまいりましたよ。今日はね、昨日今日と、はい、一昨日と昨日もスタッフ入ってるんですけれども、今日は僕上谷がやってまいりたいと思います。ということでよろしく。はい、今ブースの方を回ってますけれども、まあ本当たくさんね、いろんなブースが出てます。こんな感じでいろんなブース出てますね。まだ始まったばっかりなんで人は全然いないんですけれども、まあこれからね人が増えてくるんじゃないかなと思います。こんなキャンギャルもいますね。こんな感じでやってます。まあ後でね、ちょっとビーレジェンドブースの方に戻る前にですね、一旦ちょっといろんなところをね見て回りたいなと思います。はい、今回はねウェルネスフードアワードというのがやっているたんですけれども、このスポーツフード部門の方で、まあ、B レジェンドね出てたんですけど、なんとシルバーね、銀賞をいただきました。本当にまあありがたいですね。まあ、今回第1回ということで、選んでいただいたんですけれども、まあね、B レジェンド、まあ、今まで、モンドセレクションして ITQI 選ばれましたが、またね第三者機関にこうやって選ばれたということは本当にありがたいなと思います。いやちょっとねもう大変ですよ。もうすごいことになってて、今やっと人だかりがちょっと減ったから動画回してるんですけれども、なんかねプロタンが来てるらしくて、プロタンサイヤマンもいるんですけど、ちょっとなんかもう人だかりになっちゃって向こうに行けなさそうなんで、後ほどまた動画ね撮りたいと思います。はい、マッチョ29の後輩金担当、そびえ立つ逆三角形こと菅原達馬です。タイの担当は同僚長ですね、ケーキと一緒にキャラメルコーヒーを飲みます。はい、私相澤明日香はベリベリベリ推しでいきたいと思います。私はパッケージが好きなの、パッケージを大事にしちゃうので、くまモンさんのみかんが推しで、今日も朝自宅で飲んでから行きました。でもちょっと疲れた時とか、チョコレートをいつもつまんじゃうので、そういう時は切り替えてチョコレートの味を飲みします。はい、エコハピジャッティはパッションフルーツとメロンが大好きです。鍵谷社長です。はい、どうもお疲れ様です。さやさんじゃないや、コアラさんです。もうめちゃくちゃだ、ごっちゃになりすぎ。コアラマジです。はい、コアラさんいつもお世話になっております。もうやっぱりね、コアラさん僕ね一言言いたい、はい、ヒゲがない方がかっこいい。ヒゲない派で、ヒゲない方が、はい、男前に拍車がかかる。ありがとうございます。いやもう絶対ない方がいい。まあ、あれ舞台用にね伸ばしてただけなんでね。なるほどなるほど。もうあれすげえ賛否両論あって、やっぱりかっこいい、でもなんかまあ伸ぶしですよね。ヒゲは嫌だっていう人と、ヒゲがいいっていう人とすごいいて、僕からしたらこれ舞台用に伸ばしてるだけなんてどうでもよかったんですよ。出た本音、早く俺は剃りたかっただけなんで、まあまあでもない方がやっぱりね、いやーやっぱ爽やかですよ。さっぱりしてていいですよ。コアラさんらしいですよ。ああ、よかったです。え、もしかして僕がさっき死因のプロテインをガバガバ飲んでたの見られてました？ガバガバなんかしてたのは見てたけど、ただ純粋に飲んでるのかなとしか思ってなかった。それで単純にプロテインが飲みたくてガバガバ飲んでました。俺まだ昼飯食ってないから、俺もガバガバ飲もうかなと思ってます。いや最近マジでもうずっとね僕、はい、あれ飲んでるんですか？あ、ナチュラルずっと飲んでるんですけど。ナチュラル派ですか？いや、っていうわけじゃなくね、こうナチュラル、まあ、こんなハチミツレモン限定のダブルピアイだ。これ超うまい。新味出てますよ、新味が。これ限定なので、ダブルピアイ。ただね、あれなんだね、はい、まあ、数は限定なんで、限定なんで、お早めにということで。お早めに。いいっすね、ダブルピアイのバリエーションも増えてきたわけですよ。そうですね。WPI の需要もありますもんね、結構、ね、WPI は今、レモンとココア、そう、アイスココア、アイスココアだ、うん、みんなのアイスココア、アイスココアと、今限定、そう、合ってました。お客さんにフレーバー名教えてもらうっていう。社長いっぱいありすぎて、もうわけわからなくなっちゃう。
あ、それはもう、そうですね、僕も思ってました。ビーレジェンドさん、味多すぎてわけわからんぐらい、なんかもう値段も、あれこれなんかいくらだっけとかってさっきも聞いてて、でスタッフも、いやちょっとわかんないですとか、フレーバーによってちょいちょい違いますよね。そう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 、微妙に違うから。そうなんです、社長も把握しきれてない、しきれてない、全部うまいっすから。あれでも本当に美味しい。僕はフルーツフレーバー推しです。フルーツフレーバー、はい、今どれ一番ですか？今は一個はナチュラルですよね。まあ、ずっとナチュラルはなんか一番ガバガバ飲んでるんですけど、なんか好きなのはやっぱベリベリベリーですね。ベリーね、はい、まあ鉄板ですよね。まあ、ベリーとパッションと、でもね、ベリーとパッションはやっぱよく言われるんですけど、はい、くまモン実は美味しいんですよ。僕ベリーくまモンの順番。なるほどね、はい、なるほど。でパッションメロン。あ、メロンね。メロンも好き。メロンとピーチね。あ、ピーチもいい。メロンピーチはいいですね。いいす、僕ね、メロン嫌いなんですよ、実は。あの実はリアルリアルメロン。メロン。だけど自分とこのプロテイン嫌いって言い出したかと思いましたよ。いやいや、リアルメロンは嫌いなんだけど、はい、うちのメロンは好き。あー、うまい。あのメロンめっちゃうまいっす。あ、なかなかね、やっぱやりますよ。マジで、ね、割れながらやります。全部マジジュースっすね。ジュース。本当に。でもやっぱり言われますよ、あの子供とかが、はい、だからプロテインを飲んだことがない、子供がごくごく飲んで美味しいって言って飲んでるから、あ、これは OK だな、プロテインっていう感じじゃないんですよ。あとトレーニーが飲むと、これ本当にプロテイン入ってんの、はい、って怒られるんですよ。それだから僕らほんまに言ってたんですよ、ベリベリベリ初めて飲んだ時に、これはマジでプロテイン入ってない可能性あるぞっていうぐらい、あのプロテイン感がないんですよ。確かに乳感が。確かに確かに、あれすごいっすよ。確かに、あの世界に羽ばたくべきやと思ってます。あんなプロテインないっす。わかりました。じゃあ世界に羽ばたきましょう。世界に羽ばたけ、ビーレジェンド。ビーレジェンド。こんな感じで閉まった。多分閉まったと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。